堂には通称嵯峨釈迦堂と呼び親しまれています。本尊は三国伝来の釈迦如来で、開基は常念上人です。仁王門は江戸時代に再建され、下に仁王像、上には十六羅漢像を祀っています。上人は平安後期の永寛元年983年中国に渡り、釈迦37歳の生身の姿を模刻し、日本に持ち帰り本尊としました。境内右側には多宝塔、聖徳太子殿や各墓所、そして鐘楼などが並びます。重なる焼失のあと、元禄14年1701年、五代将軍綱吉と聖母継承院の寄進により再建されたものです。堂内部には国宝の本尊釈迦如来を祀っています。渡り廊下を渡ると弁天堂と自由式庭園があります。家康と実母お近の方の寄進で再建され、庭には小堀遠州の枯山水の庭園があります。堂は源亨の別荘聖火館を改築し、またそれを聖火寺に改築され、釈迦三尊が祀られました。
宝館には仏像など清涼寺の宝物が展示されています。昭和55年、大阪城三の丸跡から豊臣秀頼の頭蓋骨が出土され、秀頼が最高を尽くした清涼寺に納められました。狂言堂では毎年4月の大念仏会に佐賀大念仏狂言が演じられます。一切経堂では普大師と笑い仏を祭り、輪蔵に名盤一切経を納め、これを回すことで一切経を読んだのと同じ功徳があるとされています。佐賀の釈迦堂と親しまれ、多くの人の信仰を集める清涼寺は、古い歴史とともに多くの文化遺産と見どころの多い寺なのです。